はい、皆さんこんにちは、 TR リュウジちゃんです。今日はちょっと愛車紹介の、撮影に来ました。だいぶ時間空いちゃいまして、まあ、なかなかね、自分の納得できる感じでちょっと前回撮れなかったんで、ちょっとごめんなさい、やり直しさせてください。本当すいません、前見ていただいた方すいません。で、なんで今日また自分の車紹介します。で、一応前と同じだとちょっとつまんないかなと思って、今日はゲストというかですね、助っ人に来ていただいてます。お願いします。どうもこんにちは。お願いします。お願いします。じゃあちょっと名前だけいいですか。はい、ゆいです。はい、ゆいさんです。まあ、普段かなり、BRZ を乗られてて、すごい仲良く、させていただいてます。まあ、よくね、いろいろどっか2人で行ったりとか、まあ、ツーリング行ったりとか、まあ、車の話とかよくしてるんですけど、今日は助っ人っていうことで来ていただきました。で、まあ今日は、まあ、いつもね、似てるんですけど、そうですね、はい、すいませんけどまたちょっと紹介させてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速紹介させていただきます。で、今日、ご紹介する車なんですけど、トヨタの86になります。で、1RR60 っていう、まあ、100台限定の、まあ、コンプリートカーね。一応、まあ、100台限定っていうふうにはなってるんですけど、実際にはなんか75台ぐらいしか世の中にないみたいです。で、まあね、前見ていただいた方はあるかもしれないですが、ちょっとね、まあ、2回目の紹介になってしまうんですが、ちょっと早速紹介させていただきます。お願いします。全体はで、基本的にこれ僕は、まあ、カスタムしてる箇所としては、アルミぐらいかな、アルミぐらいしか変えてないですね、はい、あとはまあステッカー貼ってっていうぐらいです。で、まあ、チューン内容とかは、まあ、結構だいぶいろいろと、まあ、メーカーさん TRD さんなんで、まあ、チューニングされてるっていう感じの状態になってます。絶対はこんな感じですかね。はい、後ろにも、まあ、世界のメロディーです。では、ちょっと、まあ、まずはフロントから。まずフロントをですね、ちょっと紹介させていただきます。まあ、フロントなんですけど、このフロントエアロですね、これが、まあ、1R60 っていう、まあ、限定車の、専用のエアロで、まあ、特徴としては、まあ、もちろん形状もそうなんですけど、ハードかな、ハードがついてる。これ一応、まあ、最初からメーカーさんも売りに出した時からついてる。まあ、結構珍しいですよね、カナード最初からついてる。あとはここですかね、ここ結構張り出してるっていうか、手前、まあ、結構空力をしっかり考えて作られてるなという感じがします。ですかね。で、ヘッドライトはこれなんだっけ、ハロゲン、電球です、今の時なんで、めちゃめちゃ夜、あれなんですよ、暗くて見えにくい。見えないです。見えないです。はい。マジで見えないです。不便です。あとは、ね、どうだろう。カメラこれ、ツルか、オイルクーラーが、まあ、このエアロの後ろに、ありますね、ここか、ここに、まあ、オイルクーラーがある。で、フロントの、
ペアラのこのアンダー部分っていうのもこれかなり鼻下まで伸びてます。ちょっとカメラだとね見にくいかもしれないんですけど、はい、一応まあ専用のネットエアロがついてるっていう感じです。はい、フロントはそんなもんですかね。はい、次は、まあ、変わってるところといえばフェンダーですかね。このフロントの、フェンダーですね、これオーバーフェンダーになってて、まあ、専用の、まあ、専用品ですね。専用品になってるフェンダーフィン、フェンダーフィン、フェンダーフィンですね。カーボン製の、フェンダーフィン、これも最初からあのついてる感じですね。今ちょっとウインカーも変わった形状のものもついてる感じです。ここにもダクトが開いてますね。この辺か。はい、でフロントだけオーバーフェンダーちょっと何ミリかすみません忘れちゃったんですけど、まあ、意外とあの実写見ると、出てます。出てますね、はい、出てます。出てるよね。出てます。結構出てます。出てます。はい、ですかね。フェンダーはまあそんなそうかな、それぐらいかな。それぐらいですよ、ね、それぐらいですね。はい、かっこいいっす。いいですね。でサイドになります。サイドはごめんなさい、詳しくわかりません、ね、何とかすいません、なんかちょっと SNS の、フォロワーさんに、ちょっと教えていただいたんですけど、以前愛車紹介した時に、このサイドのこのエアロですね、この部分かな、この部分がどうも一応 R60 は、下までこうフロアの方まで伸びてるらしいんですよね。このここがね、はい、でこれが果たして専用設計なのかどうかっていうのはちょっと詳しくごめんなさい、分かってないんですけど、まあ、おそらく専用のものではないかなと思います。はい、であと僕が、まあ、カスタムっていうことではないんですけど、サイズに関してはまあちょっとドアにステッカー貼ってるぐらいです。TRD さんの、まあ、ステッカーとアドバンステッカー。アドバン、はい、アドバンです。アドバンです。アドバン好きだな。アドバンです。俺 TRD 好きで、あの今カメラ持ってるユイさんはアドバン好き。アドバンです。はい、まあ俺両方撮っちゃったんで、まあ、ずるいっすね。つまり価値観、価値観です。ずるいっす。はい、サイドは一応そんなもんか。あとこれかな、ちょっといじってるって言えば、いじってるってことは貼ってる。貼ってる、貼ってます。ちょっとこれも TRD さんのものですね。これ貼るだけのやつです。結構割れながらこれ貼るのうまいっすよ俺。うまいっす、うん、うまいっす、うまいっす。でももう貼るうまい、うまい、貼るうまいっす、うん、まあ、これも TRD です。 TRD 押すんで俺は。はい、 TRD、はい、仕事ください。はい、TRD です。はい、です。サイドはそんなもんですね。ホイールと、まあ、タイヤになるんですけど、これ僕ちょっと変えてて、今、まあ、履いてるのがアドバンの、RZF2 っていう、まあ、ホイールになりますね。サイズは9.5J の、18インチの 9.5J の、44です。これ一応4本通しで入ってる感じですね。タイヤが今はアドバンの、ネオマですね。はい、でサイズが265の、35の18です。これも4本通しで入ってます。で純正は、このモデルは単造の、マグネシウムホイール、マグネシウム入ってた。まあちょっと結構ね、なんか腐食がひどいみたいな噂が結構昔はあったんで、まあ、それ怖くてちょっと社外品に変えてます。はい、これブレーキなんですけど、ブレーキがこれ一応 TRD さんから出てるブレーキですね。フロントが4ポットの
リアが通行するブレーキです、ね、でフロントリアともにモノブロックかモノブロックモノブロックってやつですね。なんかいいやついいやつはいいいやつアドビックス製。そうです、アドビックス製ですね。アドビックス製で、でカラーはこれ、ね、あのオレンジはこのモデルだけかな、だけですね。でこれローターはマツビスのローターがそのまま入っているという感じですかね。はい、リアタイヤも紹介しておきますね。これもさっきまあフロントとサイズは同サイズで、9.5 で、アルミのサイズ 9.5×18×44 ですね。でタイヤもレオバです。でフロントとまあ全く同サイズですね。でツートップもモノブロック強いやつ、強いやつ、強いやつです。リア周りは、まあ、特徴的なものって言えばやっぱりこの、まあ、バンパーもそうなんですけど、これなんていうんだっけ、ディフューザー、ディフューザー、これかな、ディフューザー、これがねすごいんですよ。この本物を見た時は本当にマジでびっくりして、まあだいぶこれちょっと見えるかわかんないんですけど、腹下までまず伸びてますね。かなり伸びてるんですよねこれ。でしかもこのディフューザーのこのフィンがカーボンになってるっていう、これはね TRD さんシャレオツですもんね。ここカーボンにすんのみたいな思わなかった最初。これねやばいっす最初めちゃめちゃかっこいいっす。これ全部カーボンですよ。これは結構びっくりしましたね、はい。でまあ、これディフューザーでマフラーですね。これセンター2本出しのマフラーになります。割と小さめですね、はい。でこれがマーケットラみたいなバックランプです。これちょっと残念ですね、うん、個人的にはちょっとねなんか軽トラみたいなバックランプついてんなみたいな。エンブレムですね、1R60 っていうエンブレム、これは貼り付いてます。ちなみにこの 1R60 っていう名前の由来なんですけど、14っていうのが2014年の、14ですね。で R はレーシングで、60っていうのがこれ TRD さんが60周年でまあ、作ったモデルなんで60と入ってます。で 14R60 っていう風に、まあ、名付けられたモデルですね。でこれは自分で貼りました。これも TRD、 全部 TRD だらけ、この車だらけだらけです、だらけです、はい。でこのトランクのスポイラーかな、トランクスポイラー、トランクスポイラー、スポイラーもこれ TRD、 これも TRD、 この GT ウィング、これ、カーボン製で、これも TRD ですね。最初からついてます、これも。結構これは単体で買うと高いっすよね。高いっす、かっこいいんだけどね、なかなか吊り下げ式で、吊り下げ、もうトレンド、トレンド、スワンネックってやつですね。トレンドマッシュグラスね、はい。で電球は、電球っていうかランプ、テールランプ、テールランプはこれ前期のまあ電球です、電球です、はい。ただブレーキが LED、 あブレーキ LED なん、あそうか、ブレーキは LED、 そうだそうだ、ブレーキは LED みたいな。ウィンカーが電球、電球です電球です、今時の、今時というか今時まだ電球っていう感じですかね、はい。でちょっとこっち来てもらいいので、まあこれも TRD さんですね、名前は忘れましたけど、TRD さんですね、はい。はい、じゃあ次はルーフです。これは最初からドライカーボンのルーフになってます。専用形状ですね。これ、まあ、叩くと分かるんですけど、まあ、軽量化狙ってドライカーボンのルーフになってます。形状は専用形状です、はい。ウッドクッキー、
これは綺麗ですよ。はい、はい、次ですね、エンジンルームの中ちょっと紹介したいと思います。エンジン自体は FA20 のノーマルです。特に変更はないですね。通常のモデルと変更はない。エンジンルーム見てちょっとまあ普通のモデルと違うかなっていうのは、もうなんて言うんだろう、グイバー、グイバー、グイバー、まあこの補強が入ってます。はい、結構がっつりついてますね。でこれかな、マニホールドのカバーですね。マニのカバー、マニのカバー、これは結構かっこいいですね。ここがカーブになって、で TRD のスピリットオブ TRD グリフォンコンセプト、グリフォンコンセプトっていう車があるんですけど、まあ、それを元にして作られた車なんで、まあ、ここに、まあ、スピリットオブ TRD グリフォンコンセプトっていう書かれてるっていう感じです。はい、特にカスタムしてるところとか僕はないですね。ここはオイルクーラーですね。オイルクーラー TRD 製のものの、いじったっていうあれじゃないけど、このバッテリーのクランプの、バッテリークランプ、これね買い替えたんですよ。 TRD 1万円もしました。これ高いしかもなんかね、寒冷仕様のバッテリーがついてて、もともとはこのね、このバッテリーのクランプをつけるためにバッテリーを買い替えました俺は。アホです、ただのバッテリーを変えるというちっちゃいのにしたってことだね。はい、クランプをつけたいがゆえにバッテリーを買い替えるというアホをやらかしました。車庫帳ですね、これ、はい、ピロアッパーの車庫帳が入ってます。車庫帳も最初から入っちゃってこれも TRD、 これも TRD です。いいっすかね。あとは特には、なんかカスタムされているような場所、まあ、パッと見はないですかね。はい、以上です。はい、ちょっと、まあ、外装と内装、まあ、エンジン、まあ、ざっくりですけど紹介させていただきましたので、まあ、せっかくなんで、まあ、助っ人もいることですし、今からちょっと乗ってみます。まあ、すごいうるさいなと思うと思うんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと走行ですね、今から撮影しようと思います。お願いします。行ってみたいと思います。土屋君、行ってみたい。こう絶対一撃で曲がれないでしょ。これは曲がれないんじゃないですかね。どっちか、はい、乗ってますもう乗ってます、もう乗っちゃってます。この車エンジンノーマルなんですけど、デフと、まあ、強化クラッチと、あと 1,2 速クロスと、あとファイナルが 4.556 に変わってますね。であと防音材外されてるんで、まあ結構車内が独特な音するっていうか、なんか結構なんかね、この席一般道です。もう会話できないっす。会話できません。もう会話できないっす。本当にうるさいですよ。この席一般道 N システムがあります。本当にもし今からこの車をちょっと興味あって買いたいなみたいな人いたら、ちょっとね考えた方がいいかもしれないですよ。普段乗りはだいぶしんどいよね。これはしんどいっす。しんどいよね。多分相当元からいじってある車に慣れてる方はまあ別だと思うんですけど、うん、結構、うん、そうだね。ちょっとね、
ちょっとしんどいかもしれない。まあ、だいぶやばいっすね。だいぶやばい。だいぶやばいっすね。これ音もうるさいし、うん、快適性はあんまりないかな。まあ、トラックエディションですね。トラックエディションですね、うん、トラックエディションです。1、2速がクロスでファイナルが変わってるんで、出だしは結構あの駆け出しが早いですね。うん、普通のやつより早いんですね。もう全然全然早いっすね。スーパーチャージャーオーナーがスーパーチャージャー BRZ を投げてる。この席一般道事故多発地点です。間違いないです。これ早いっす。早いです。加えてあるなみたいな。そう、あのうん。うん、もうね早いっす普通に。これちなみにこれあの僕ブレてんじゃなくて車が揺れてるんで、これ車が揺れてます。あのちょっとブーンブーンブーン、もうちょっとすごいっすってなっちゃう。なっちゃう。なぜかなっちゃうんですよ。踏んでみます。ブレまくりです。あの普通に取れないっす。全然無理っす。全然無理。全然無理っす。全然無理。あの酔った方すいません。これね無理っす。何かもしですね、ご意見などで、
ただけるようであればぜひコメント欄で勝ち取りですね、お願いできれば。そうですね、思っております。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。さらばさらばさらば多分使わない使わないもん